いよいよ六教神、棚橋との決戦ですね。本来なら棚はめちゃくちゃ明るいやつなんだ。エアギターがめちゃくちゃうまかったり、愛してますとか叫んだりとかね。変なやつだよ。それは変なやつだな。でも本当に明るくていいやつなんです。あんな落ち着いたやつじゃなかったんだけど。あいつが変わったのはいつなんだ。岡田が豹変したのと同じ頃かな。多分岡田と棚に何かがあったんだと思う。でも今日俺たちが勝ったら、その棚橋って人何でも教えてくれるって言ってましたよね。ああ、だから余計に負けらんねえ。あいつに口を割らせることが真相に近づく大きな一歩になると思うんだ。よっしゃ、じゃあそのためにも絶対に勝ちましょう。おう。まさかお前と戦う日が来るとは思わなかったよ、タナ。それは俺も同じだよ、ジョー。俺たち仲良かったもんな。約束通り、俺たちがこの戦いに勝ったら何があったのか教えてもらうぜ。ああ、好きにするといい。お前らが勝てたらの話だけどな。悪いが全力で行かせてもらうぜ。お前が相手だろうと容赦はしねえ。よく言うよ。そもそも誰かに喧嘩で容赦したことなんてないだろう、お前。さすがジョー、よくわかってるじゃねえか。お前のそんなところ愛してるぜ、ジョー。さて、おしゃべりは終わりだ。行くぞ、六教神棚橋の力思い知れ。やるじゃないか、ジョー。お前もな、タナ。追い詰めさせてもらったぜ。まだまだだ。これぐらいがハンデでちょうどいい。どっちが勝つか決着つけようぜ。こんな奴らに追い詰められて情けないですね。仕方ないから尻拭いをさせてもらいますよ。チッ、男が差し合い決着をつけようって時に余計なことを。結構いるね。桐生さん、行けそう？楽勝だ。お前はどうなんだ？楽勝っす。ならいい、背中預けるぜ。任せといてください。お前らここまでよく頑張ったよ。でもそろそろパーティーはお開きにしましょう。行け、この二人をミンチにしてやれ。
負けたよ、ジョー。でもやっぱり強えよ、タナは。チッ、使えない奴め。約束だ、岡田の話聞かせてもらうぜ。ああ、お前には本来もっと早く話したかったんだがな。先に帰ってるぞ。お前らダチなんだろ。積もる話もあるだろうし、二人でじっくり話せ。桐生さん、ありがとう。よう、ジョー。棚橋から話は聞けたのか。はい、いろいろ聞いてきました。どこから話せばいいだろう。俺たちがカラーズってギャング連中を倒すためにジャスティスを結成した話はしましたよね。ああ、ジャスティスは最初は小さなチームだったんですが、その後どんどん成長していきました。岡田のカリスマ性もあって次々に仲間が集まってくれたんです。そして総力戦の末にカラーズを打ち破ることができたんです。そこまでは順調だったんだな。ええ、カラーズは潰せたんですが、カラーズを操っていた連中が黙っちゃいなかったんです。操っていた連中？奴らはヤクザやマフィアといった大人の裏社会の連中の手駒として犯罪を働いていた。その手駒組織が潰されて、裏で糸引いてる連中は面白くない。それでカラーズの報復に出たというわけか。岡田はそいつらにそれはひどい拷問を受けたみたいです。それだけじゃなく、あいつの恋人にも一生ものの傷を負わされたみたいで。岡田は報復を受けたことをお前らに黙っていたというわけか。はい、多分俺たちに言ったら怒ってそいつらに報復し返すことになる。そうしたら結果的に岡田のような目に遭う人間が増えるかもしれない。だから黙ってたんじゃないかって。でも棚橋は偶然岡田がやられる現場と恋人のことで泣き崩れる姿を見てしまって、それを見たらもう岡田の肩を持つしかないと思ったみたいなんです。ああ、岡田のあんなに悲しそうで悔しそうな表情、長く付き合ってきたけど初めて見たよ。棚橋、岡田が変わったのはその日からなんだ。大切なものを守るためにジャスティスを作ったのに、大切な人を守れなかった。それは自分やジャスティスの力が足りないからだと。とにかく力が欲しい。岡田は善悪などお構いなく力のある連中を引き抜いた。だがその反面、本来の正義を貫く集団ではなくなったと。ええ、俺はあいつを間違ってると言うばかりで、そんな重い十字架を背負ってるなんて気づかなかった。でも実際にあいつがやってることは岡田を傷つけた奴らと同じことです。あいつは強いカリスマなんですよ。俺の親友であり憧れだった男なんです。俺はあいつの目を覚まさせたい。ダチってのは仲良く楽しくしてりゃいいってわけじゃねえ。間違った時には全力で怒ってやったり、暴走した時には命を懸けて止めてやったり、そいつのために自分を金繰り捨てられるやつが本当のダチだ。桐生さん、ジョー、桐生さん、俺にも協力させてくれ。今のジョーや桐生さんの話を聞いて改めて思ったよ。間違えた時に止めてやれるのが本当のダチ。俺もそう思う。俺にとっても岡田はダチだ。一緒にあいつを止めよう。だな、ありがとう。なんだか元気が湧いてきたな。吹っ切れて明るい自分に戻れた気がするぜ。おいおい、極端だな。まあその方が棚らしいけどな。
よし、じゃあ加入の印に気流会の皆さんに挨拶をしないとな。気流会の皆さん、愛してます。何なんだあいつは。すみません、本来はこういうやつなんですよ、タナは。まあこういうやつが一人いるとチームも明るくなるかもな。キリュウさん、俺絶対に岡田を救ってみせます。だからもう少しの間だけ俺に力を貸してください。ああ、お前らの友情の行く末最後まで見守らせてもらうぜ。はい。